カイト、マサヒロと、タカシヤでの、せーの、お互いのことを理解してみよう。イエーイ、感じの感じで、はい、やっていきましょう。息ぴったりです。最高です。はい、そこが聞いて、それで、まあ、もちろん答えるのもそうなんだけど、うん、お互いのことを予想していくということで。はい、あー、なるほど。マサヒロ引いちゃう。じゃあ、引いちゃいます。はい、じゃあ、これで、バンザン。兄弟構成は、兄弟構成、うわぁ、いいの、想像して。そう、じゃあ、カイ君は、うん、でも兄貴感があるけど、あ、でも妹とお姉ちゃんがいそうですね。なるほど、はい、なんか女の子兄弟に囲まれてそうなイメージがある。なるほど、はい、うん、うわ、たかし君、なんか聞いたことある気がするな。でもお兄ちゃんかお姉ちゃんがいた気がするんですよね。もしかしたら言ったことあるかもな。確かに。たかし君はお姉ちゃんと弟、うん、いや、お姉ちゃんだけ、お姉ちゃんだけ、二人兄弟、うん、っていう予想です。はい、なるほど、予想は。なるほど、なるほどね。まさひろの予想しますか。はい、そうか、そうやね。それ何だったっけな、聞いたな、一回聞いた記憶がある。俺も聞いたことある。うん、でも、え、でももうポッキリ忘れちゃってる。え、でもなんか、あ、姉か、姉か妹なんか、そうだった気がする。異性の兄弟がいたはず。うん、お姉ちゃんがいる、うん、俺の想像。なるほど、たかしは。でも俺も同じくお姉ちゃんやな。なるほど、うん、じゃあ私から、まあここは知ってるからね、うん、お互いは。僕は妹が一人です。ああ、惜しい。お姉ちゃんはいないんです、ね、お姉ちゃんいない。あ、長男で一番上で。やっぱ兄貴感がありますか。ある、はい、なるほど。ありがとうございます。頼れるお兄ちゃんですね。はい、たかしは。で、僕はお姉ちゃん、はい、だった。お兄ちゃん、うわあ、そう、なるほど、そうなんですね。それほんね、末っ子なのよ。へえ、その時俺やから。そう、末っ子なんですね。そう末っ子なのよ。末っ子感はあるんですけど、お兄ちゃん感が、お兄ちゃんがいるっていう感じは分かんないですね。ほんまに。はい、でお兄ちゃんもお姉ちゃんもちょっと年離れてんだよね。ちょっと、ね、そうなんだよ、上なんだよね。そうですね、年子やから。へえ、うん、何歳ぐらい上なんですか。お姉ちゃんが11個上で、おお、でお兄ちゃんが8個上やから。あ、結構離れてるんですね。そうだからもう割とみんな親みたいな。へえ、うん、知らなかった。一番の弟です。そう、すごい。正弘、自分はお兄ちゃんが2人いるんですけど。お兄ちゃん2人は双子です。あー、なるほど、そうなんや。はい、なのですごく小学生の頃とかもう間違えられて、もう片方が怒られなきゃいけないのにもう片方が怒られるみたいな、ね、事件とかめっちゃ起きてましたね。人違いでね、はい、もう似すぎて。そうなんや、はい、なので僕は三男の末っ子です。なるほど、あー、そうだよ。三兄弟です。なるほど、末っ子なんだ。わからんもんやな。わかんないね。他の新メンバーたちも意外と知らないからさ。確かにこれからね。知らないですよ。いや、俺はもうみんな、まあオリジナルメンバーの、うん、もちろん兄弟も知ってるし、はい、親ももちろん知ってるし、うん、俺はたかしのお母さんとめっちゃ仲いいから。そうなんですね。名前で呼んでるんで。そうなんですね。たかしのお母さんもいい、めっちゃ仲良くしてくれる。そうなんですね。それがこれからどんどんなっていけたらいいよ。いや、そうですね。確かに知りたいですね。トマー君のもちろんご兄弟もそうだし、うん、まあ、ご両親とかもね。そうですね。どんどん仲良くなっていけたらいいな。なんか家族同士で絡めるとか最高ですね。あ、そうだね。確かに。ルールになったらいいよね、はい、うん、そういう風にちょっと仲良くしていきましょう。お願いします。イエーイイエーイ。